皆さん、こんにちは。レックス日光師の根本です。合格おめでとうございます。えここではあの、今後の動き、もかなりざっくりめに説明をしていこうと思います。スケジュール的には簡単にこんな感じになります。今はここです。で、その後、こちら10月、こちらの方で講述試験を受ける。そして11月に最終発表を受ける。その後、研修という流れになってきます。 でこの口述試験というのがあるので対策は立っておきましょうレックでは口述模擬試験や個別指導を用意していますこんなもん使って準備をし受けて最終発表を迎えていきましょう具体的には口述試験までどんなふうにやっていくのかというとまずはレックの方からもらえる「口述ブレイクスルー」というのがありますこちらを使って勉強していく で、また、その後、もしくは、その前に、工実つもしを受ける。そして、自分に弱いところ、それを潰していく。で、その上で、最後、本番を受ける、ということになります。毎年聞くんです。全然忘れてると。自分は初の不合格者になるかもしれないと。でも、みんな受けた人は受かってます。あまり怖がらずに、挑んでください。 C というとねこの勉強できるだけ司法処置法をメインにしてください不当保障等法はここまでさんざんやってるんですからまあ司法処置法が一時教訓になりやすいので処置法を強めにすることを個人的にはおすすめしていますそしてその後の研修就職等なんですが ここ、ガイダンスが実施されますこちらの方、2022年10月15日こちらの方でガイダンスが行われます工事試験の話、その後の研修などについて実務家の荒川先生からガイダンスがありますのでぜひこちらを聞いてください そしてなんですが合格報告会というのを行っています関東は10月15日関西も10月15日に報告会というのを実施しておりますえ関東の方は私たち講師陣で関西は赤松講師と私えこちらの方が皆さんの報告を待っていますぜひお近くの方でこの日程で来れる方ぜひいらしてください関東の方は 予約が必要になってます。ですね。予約をぜひ忘れずにやってください。また、この合格広告、この日程はいけないよ、もしくは地方でいけないという方、あの、お電話でもお待ちしています。私であれば、レックの渋谷駅前本校こちらの方にお電話ください。当日いれば対応しますし、また後日、お電話したりします。電話でも皆さんの報告待ってますので、ぜひ、お電話ください。 そして最後にお願いがあります。十人合格者がいれば、十人の受かり方があります。今受験生、いろいろ苦しんでます。皆さんの体験が、この後の受験生を助けるかもしれません。ぜひ、この合格体験系の協力お願いします。私たち講師も、やっぱその体験記を見ると、あ、良かったなって思ったりもするんです。 私たちに対するものでもあるし後輩に向けてもあるしあとやっぱり自分がやった証を残すという意味でもぜひこちらの体験記の方ご協力お願いしますこちらの動画の方は以上ですそれでは失礼します